き動いたのは2号車だ。9号車に並びかける。カタログデータ上では3車中最強のパワーを誇る V8 ツインターボ、やはり速い。まだだ、動くのまだ速い。クソギャー。なんとここで9号車が2号車の背後に潜ります。この時点で3台の車速が時速300キロを超えていく。見応えがあります。時速300キロオーバーのストリートファイト。青少バイパスの効果を過ぎればブレーキングポイントはすぐそこだ。さあ3台がフルブレーキング。9号車がブレーキング競争で2号車の真横に来た。横一線に3台が並走。さあどうなる、三つどもえのチキンレース。やっぱただのバカだったな。さよならだ7番ちゃんのキスは俺。